今回はリールのメンテナンスです。で、先シーズンカツオキャスティングで使ったこの、ストラディック 6000HG なんですけど、まあ、正直言って、まあ、全然問題はないです。まあ、特にこう普通に使ってる分特に、ゴリゴリ音するとかそういうわけではないんですけども、やっぱり、で、一回ぐらいは、ちょっとまあ、僕はもうオーバーホールしてます。このまま、まあ、使っても問題ないかなと思ってても、実際は中開けてみると、ちょっとこう、錆びてたりとか、ギアが、摩耗してるってなった際に、でっかい、大きな魚かけた際に、負けないとか、壊れちゃったってなるのが嫌なんで、今回は、これを、バラして、オーバーホールしていきます。で、本来リールのオーバーホールっていうのは、個人でしないで、メーカーの方で、送ってやってほしいっていうのが、まあメーカーの方で希望ではあるんですけども、ただやっぱりこうオーバーホールするお値段ですね、はい、金額と、あとはまあやっぱり送って帰ってくる間がやっぱりちょっとこうどれぐらいかかるかわからない、まあ1ヶ月2ヶ月やっぱりかかったりする時もあるんで、僕はもうちょっとそういうのがちょっと嫌で、もう昔からもう自己責任で、自分のリールっていうのは全部、メンテナンスしてオーバーホールしてます。じゃあ早速これバラしていきます。
オーバーホールの方、無事に終わりました。で、ここに、この出来上がったストラディックがあるんですけど、まあ、正直言って、まあ、そんな汚れてなかったんで、まあ、オーバーホール終わった後もそんな変わらないです。巻きとかに関しては。で、ただ、前回は、これ耐久性メインでちょっとまあ、仕上げたんですけど、今回は巻きは軽く。で、なおかつ、このドラグに関しては耐久性メインでちょっとこう、グリスアップの方してみました。っていうのも、まあ動画内でもあった通りなんですけど、カツオキャスティングすると、まあ、一回こうキャストして、で、次また回収っていうのを、めちゃくちゃこう早くなったんですけど、もうエクストラギアでも、ちょっとこう、足りないっていうぐらい、もうぐーっと早くなったんですよ。で、その動作が、もう一日通して、ずっとあるってなった際に、巻きが重いと、やっぱちょっとこう、だんだん疲労が溜まってくるっていうのが、まああるかなと思って、今回巻きは軽くしてます。で、このドラグ周りに関しては、もうカツオはもうすごく引きます。で、ブリよりも全然引くんで、まあ、そういった魚を相手するんで、耐久性メインで仕上げてます。まあ、こんなこと言ってますけど、完全に僕の自己満足の世界です。はい。実際、そこまでそんなに純正のオーバーホールと変わるのかみたいな、たまに変わんないですよね。自己満足でやってます。まあ、ただそのだけ性能とかをね、求めるんであれば、もうステラ買えよっていう話なんですけど、やっぱちょっとね、ちょっとお値段がちょっと高いんで、まあ、当分の間はちょっとストラディックで、やっています。で、まあ、僕が使ってるオイルなんですけど、オイルはこの、グリッチオイルと、グリスはね、まあ、この2種類を使って、今、やってます。で、各社ね、いろんなオイル、いろんなグリスって多分釣り屋さん行って結構あるかなと思います。まあ、目にする機会も多いかなと思います。まあ正直ね、僕もいろいろこう、買ってるんですけど、まあそんなにさ、あるのかなみたいな。まあ粘土ぐらいですかね。粘土ぐらいはこう、気にするんですけど、あとのその、成分とかっていうのは、もう、正直言ってもわかんないです。はい。まあそれも、いろいろこう、試行錯誤して、試して、やってるっていう感じですね。今回の動画はね、ここまでです。また、動画の方上げていきますんで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。